はい、続きです。ここで武器を手に入れて、武器は変えようかな、変えなくてもいいか。ボスには手こずりましたけど、この雑魚に手こずるわけないかない。ちょっとね、早く新しいキャプチャーを買いたいんですけど、どうもねPS2 とか Wii とか S 端子対応のゲームはいいんですけど、 PS3 はやっぱ HD 画質で、それがやっぱいい画質を誇ってるんで、てかそれよりも何よりもこの自分使ってる今のキャプチャーで映像を映すと暗いんですよね。結構夜のステージとか特に暗くなって真っ暗になっちゃうんで、早くキャプチャーを買い替えたいんですけどね。まあそのためにはまずパソコンが対応してないので、パソコンを買わないといけないんですけど、あれ？なんか やばいぞ、追い込まれてる感じ。回復アイテムないから やっぱこのゲーム難易度高いな。敵の攻撃が激しい。華麗に避けられるしさ、なんとか倒せた。ちょっと回復アイテムくれ。またできた。バイオと並行してやってるのでまずいですね。これじゃ更新が余計に飛び飛びになりそう。まあいらっしゃい。買い物、これ2個買おうか。待ってるぞ。まあね、ゲームだけはたくさん持ってるので、自分はい
スはキャプチャーっていうか実況で上げてる、実況じゃなくて動画上げてるのはもうほんの一部なんですね、僕の持ってるゲームは。ハンターはもう大量に持ってて、だからいろんなゲームの動画をアップしたいんですけど、なかなかね、積んでるゲームの方が多いんで、僕クリアしたゲームより問題ありますよね、積んでるゲームの方が多いって。でもしょうがないんですよ、やる時間がないから。仕事が始まってもうゲームする時間なんて、今日は休みですけど、こういう休みの日にしかまともにゲームできないので、平日もね、帰ってきて、だいたいゲームは動画のために撮ってるって感じですね。だからまあだいたい帰ってきて、まあ帰ってきてゲームばっかやってるわけじゃないんで、アニメも見ない、アニメも見てるんで、自分はアニメも大好きなんで、なんでアニメも見ないといけないってことを考えると、そんなにゲームにも時間をかけてられないと。なのでどうしてもね、動画も1個ぐらいしか撮れなくなっちゃいますね、平日は1個分しか。だいたい終盤に持ち込みました、これで。もうすぐ避けやがる。ダメとか言いながらやってるんですけどね、実際実況にしないと見てくれないと思って実況やってるんですけどね、
やばい、追い込まれた。やっぱね、ただプレイ動画を上げてるだけじゃ見てくれないかなって思って、プレイ動画だと絶対飽きますからね。まあこうやって喋ってる分でも大したこと喋れてないんですけど、でもまだ喋ってる方が動画的には面白いかなと思って。こういうさ、側面攻撃やめてくれる？防御もまともにできてない気がする。まあ、最低難易度だからそうそう死ぬことはないと思うけど、それで死んだら恥ずかしいぞ。ちょっとなかなか密着が出なかったな。ああ、ボス戦ですね。この場は運に譲るまい。動きが分かりやすいから、勝ってよければ。うわ、吹っ飛んでる。
なんで。体力回復してるしこいつ。またこいつが出てくると、しつこいよこいつ本当に。はい、ちょっとボス戦がね多いんですよね今作は。あ、だからそれを外側にいれば掴まれることはないな。回復したよ。やばい。あぶね。原理で動いてんだろこいつ。よくわからんが。竜はやぶさね、探したわよ世界中。 CIA だかな、なんか用か。単純だけど大事で、奴らは邪神を蘇らせるつもりなの。絶対に止めなきゃダメよ。なかなか手広いな近頃のスパイは。竜、奴らハヤブサの里へ行くわ。邪神像を手に入れるために。あなたの里が危ないのよ。はい、じゃあこの辺りでちょっとセーブデータ残ってますけど、この辺りで終わりたいと思います。じゃあ次回どうなるか分かりません。バイオハザード5でお会いできるかもしれません。まあ実況も見てください。プレイ動画の方も、まあ見ていただけたら嬉しいです。あとたまにね、まあ前もやったんですけど、アニメのね、アニメグッズの紹介動画とかもやるつもりなので。
か再生回数見てるとそっちの方が多いんですけど、まあそっちの方もやると思います。じゃあそういうことでお願いします。じゃあ今回はこれで終わります。